はい、ではしです。今日クラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日こちらヨッシーのアカウントですね。はい、こちらのリーグルのリプレイ解説やっていきたいと思います。はい、使ったデッキは、はい、こちらですね。スケキンエリゴレの魔法型。最後はですね、まあ、ミラー対決ではないんですけど、まあ、エリゴレデッキですね。まあ、スケキンエリゴレなんですけど、相手は、スケドラ型ですね。もう相性的にはもう間違いなくスケドラの方がいいです。なんでかというと、もうこのエリゴレ、スケキンエリゴレは結構両サイドだったり、まあ、同サイドでもそうなんですけど、範囲ダメージがあるユニットにはすごい弱いので、ってなると、やっぱホバ型よりかはもう完全にスケドラ型の方がいいですね。まあ、なんですけど、相手もそこまで強くないので、まあ、勝っちゃったといった感じになります。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。相手はちょっと変わった枯渇デッキですね。まあ、ただ大型呪文とかそういうのがないので、もう基本的には出してるだけで OK です。まあ、ある程度この動画を見て、もうエリゴレデッキずっと使って理解してる方だったらあれなんですけど、まあ、なんて言うでしょう、こう、基本的には、もうこれで相手の、まあ、デッキがもし分かった場合は、もう1倍タイムで、まあ、全然攻めても OK ですね。相手これバーバリンあるんですけど、もうこっちは5あるので、もう相手の、そうですね、この防衛の要が、まあ、唯一バーバリアン、まあ、ミニペなんですけど、まあ、それも、そうですね、もうちょっとこのデッキの前だと、まあ、あんまり意味ないのかなといった感じですね。ここなんですけど、ちょっとこれは安直すぎましたね。まあこれはちょっとウォールブレイカーは、まあ、ちょっと予想してなかったので、まあ食らっちゃったんですけど、まあそれでもまあ全然はい、大丈夫ですね。まあそれ以上にこっちは相手にタワーのダメージ与えてるので、まあ相手からしたら、まあよりきついですね。いくらダメージ闘争が、もう2倍タイムでこっちがフルに形組んでしまえば、もう相手はもうこれ止まんないので。で、何回も言うんですけど、スケキンエリゴレの弱点は、こう、範囲ダメージのある、まあ、その施設であったり、まあ、ユニットが、まあ、弱点なんですけど、まあ、そういったユニットは、まあ、極力、まあ、素早く処理した方がいいですね。まあ、今回これプリンセスはまあホバが勝利してくれるということで呪文は全然打たなかったんですけど、まあ相手のプリンセスが基本的に相手の陣地内にいるんであれば、もう積極的に呪文で溶かした方がいいですね。吹き矢とかだったらまだちょっと優先順位が低いので、まあこのマッチアップの場合はもう基本的にはプリンセスですね。吹き矢にもし穴埋め打ってしまったら、まあ、ファイアボール最悪あるんですけど、そうなった場合、相手のバーバリアンが生きてしまうので、まあ、優先順位としてはもうプリンセスですね。吹き矢も確かに強いんですけど、範囲ダメージはないので、はい、もう何回も言うんですけど、範囲ダメージのあるユニットとか、まあ、そういったまあ施設をまあ優先的に壊してあげるっていうのがまあ大事ですね。はい、相手これ3桁の猛者なんですけど、もうすごいデッキ使ってますね。確かこれみかん坊やが使ってたみかんバルーンだった気がするんですけど、確かこれアイゴレナイトの枠が確かアイゴレだった気がします。ちょっと自分もこれ記憶ないんですけど、確かみかん坊やが、まあ、多分、まあ、YouTube とかで、まあ、結構前なんですけど、まあ、みかんバルーンって言って出してたかもしれないです。ちょっと記憶があれなんですけど、なんかもうこれディガーとか、最初ディガー来た時ちょっとあれって思ったんですけど、そうですね、まあ
まあ、ナイトも出てきて、ちょっとデッキが全然分かんなかったので、これ、固め出ししたんですよね。あえて呪文知りたかったんで。でもこれ相手、ファイアボールとか、そういったの全然打ってこなかったんで、まあ、これで分かるのは少なくともそういった呪文はないっていうことですね。結構これ相手高回転で回してるので、さすがにもう8枚全部回ってますよね。まあ、ファイボだったら絶対あそこの形組んだところで絶対打ってるはずだし、まあ、ポイズンにしてもまあ同じなので、さすがに今ディガープリンセスあってナイトあって、まあ、ライトニングはまあありえないので、まあ、おそらく呪文はないだろうなと思ったので、まあ、もう一回これ確か同サイド右側に固め出し しましたね。さっきのでもう呪文打ってこない時点で、そうですね、もうちょっとまあ、疑心暗鬼だったんですけど、はい、ここですね。これもバーバリアン、はい、これ固め出ししました。まあ、なんですけど、相手これ、まあ、雪玉しか打ってこなかったので、もうこれないなっていうことで、もう固め出しぶっぱですね、完全に。まあ、すごい高回転のデッキ使ってるんですけど、まあただやっぱりこうイリゴレデッキの前ではもうちょっとこれはどうしようもできないですね。で相手これようやくバルーン来たんですけど、もうちょっとさすがに、はい、まあ時間切れということで、これはそうですね、もう、まあ、デッキの相性的にはまあ仕方ないですね。まあ、せめてボムタワー入っていたら、もうもしかしたらなんですけど、まあ、それでも今のボムタワーはそんなに強くないので、まああんまり変わんないかなといった感じですね。はい、あ、これもう神々の挑戦3いってるんで、もう完全に強いですね。まあこの方見てもらったらあれなんですけど、はい。グローバルもロイヤル大会も3桁フィニッシュなので、まあ、かなり、はい、PS の高いプレイヤーですね。最後はですね、はい、エリゴレ対決になります。そうですね、本当にエリゴレデッキ全然当たんないので、ちょっとまあ個人的にはすごい悲しいですね。最初スケドラの時点で、まあ、ラバかなと思ったんですけど、さすがにちょっとレイジーあったので、これスパーキーかなと思って、うわ しまったなと思ってたんですけど、はい、これ実はエリゴレデッキでしたといった感じですね。まあ、ただまだこの時点ではちょっと分かんなかったんですけど、まあここでちょっと確信に変わった感じですね。はい、もうこれで確信に変わりました。もう自分はもうこのデッキずっと使ってるので、はい、もうこれはちょっとやらかしたなといった感じですね。まあ、この5は美味しかったですね。まあ、ただ相手としてもこれ、まあ、レイジで許容しても、ヤナメで許容しても結構ダメージ入っちゃうので、まあ、このファイアボールはまあ仕方ないのかなといった感じですね。まあ、ただ自分がもし逆の立場だったら、まあ、そうですね、ファイアボールは残しておきたいので、まあ、ダクネとかで、まあ、ダクネレイジとかでまあちょっとまあ許容する感じですかね。まあ、こっちは結構もう同サイドで形組むので、まあ、それに対してやっぱりファイアボールはまあ残しておきたいのかなといった感じですね。まあ、これ相手ファイアボール使っちゃったせいで、もうこの攻めがもう守れなくなっちゃったといった感じですね。これは結構もうさっきのファイアボール使ってしまったせいで、まあ、こうなっちゃったといった感じになります。まあ、なので本当にこう、まあ、このデッキ、まあ、ミラー対決は特にやっぱりこうファイアーボールは結構安易に割いちゃダメですね。
で、ここも正直ユニット追加じゃなくて、ファイボーレイジ打っておけば、これ多分おそらく相手キング、まあ、こっちも頑張って守るんですけど、おそらくこれ、キングおられてましたね。まあいろいろこれ相手のやらかしもあって、まあ最後勝つことができたんですけど、まあこれ何回見るように、スケドラ型の方がもう圧倒的に相性いいです。まあ範囲ダメージあるっていうだけでももうかなり違ってくるので、ホバリング法はもう基本的にこれ前も動画で言ったと思うんですけど、こう例えばの話、まあ施設ですね、相手が例えばの話、まあボムタワーをまあ真ん中に置いてきたとして、まあ、それに対してホバでこう一方的に殴って、まあ、無理やり突破するっていうのがあれなんですけど、まあ、ホバリング砲自体あんまりそこまで火力はないので、こうユニットを処理するっていう面ではちょっと弱いですね。まあ、なんですけど、まあ、ずっとこのデッキ自分使ってるので、まあ、結構まあ、このデッキが使いやすいのかなといった感じなんですけど、やっぱりエリゴレミラー対決になったらもう間違いなく相手のデッキの方がいいです。はい。まあ、さっきも言ったように範囲ダメージとか、まあ、範囲攻撃にはこのデッキすごい弱いので、まあ、そういったデッキと当たっちゃうと、まあ、ちょっとしんどいのかなといった感じですね。はい。まあ、エリゴレ対決はもう基本的に自分はもうそうですね、もう全然、まあ、負ける気はしないんですけど、基本的に相手がまあ、何かしらどっかでやらかしてしまうといった感じですね。基本的にやらかさなければ、もうこの試合も負けてます。まあ、なんですけど、どっかしら、まあ、さっきも言ったように、まあ、バーバリアに対して、まあ、安易にそのファイボ割いちゃったおかげで、もう次のその攻めが止まらなくなっちゃったりだとか、っていうのが、まあ、原因で、その、まあ、負け試合から、もう勝ち試合に変わることがあるので、まあ、まずは、その、何が重要なのかっていうのをちゃんと把握しておくことが大事ですね。まあ、それさえ分かれば、もう、エリゴレ対決は、もう基本的に、誰でも勝てます。で、やっぱりこう、誰でもか、なんていうんでしょう、こう、分かってるもん同士でこの試合やると結構面白いです。すごい、まあ、なんていうんでしょう、こう、まあ、にゃんこ大戦争みたいな試合になりますね、エリゴレデッキは基本的に。自分は結構そういうのが好きなので、まあ、エリゴレ対決はすごい、面白いんですけど、まあ、ただそれについてくるプレイヤーが、ちょっとあまりにも、まあ、この今のレベル帯だと、まあ、いないので、まあ、正直な話、ちょっと悲しいですね、はい。やっぱりまあ、ずっと自分はこれエリゴレデッキ使ってるので、まあ、前にもこれ言ったと思うんですけど、まあ、相手が何、そうですね、相手がどこをやらかしてしまったのかっていうのはもうほぼほぼエリゴレに関してはもう全て分かってしまうので、まあ、そこの隙をついてあげると、まあ、相性を覆っちゃうよといった感じですね。まあ、なので、まあ、この動画見てくれてる人はあれなんですけど、やっぱり何をしちゃいけないのかとか、まあ、どういったことをまあ心がけてるのかっていうのをまずしっかりまあ、この動画を見て、それで学んでいってもらえれば、まあ、おそらくエリゴレ対決は、まあ、ほぼほぼ負けないと思いますね。こう、知識ないのに、そうですね、知識ないのにこれエリゴレデッキ使ってると、エリゴレ対決は基本的にやっぱ勝てないです。まあ、なので、まずこの動画見てもらって、まあ、ある程度のもう知識をつけて、それでやると、まあ、だいぶ変わってくるので、はい、今日の動画は、まあ、それを、まあ、伝えれたんじゃないのかなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチの、リプレイ解説の動画を上げていきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。